よう、ユジオ。ちょっと提案があるんだけどさ。やあ、キリト。なんだい、提案って。ほら、久しぶりにセルカに会っただろ。せっかくだから、3人でゆっくり話してもしないかと思ってさ。なるほど。それはいいね。よし、決まりだな。早速会いに行こうぜ。おい、セルカ。出かけてるのかな。おい、いないのか、セルカ。あ、キリト、静かに。なんだよ、ユージは。いいから、あっち見てよ。あれは、セルカ。寝てるのか。うん、椅子に座ったまま寝ちゃったみたいだね。よっぽど疲れてるみたいだな。最近は近衛兵たちの治療を手伝ってるみたいなんだ。時には夜まで獣退治に行っている人もいるらしいから。この様子じゃついさっきまで働いてたんだろうな。実力を上げてみんなから頼られるようになったんだろう。うん、セルカのことだからきっとそうなんだろうね。頑張って村の役に立とうとしてるんだと思う、キリト。僕はセルカが心配だよ。また頑張りすぎてるんじゃないかって。確かにセルカは責任感も強いし優しいしな。なあ、ユージオ、次の安息日セルカを連れて野遊びにでも行かないか。セルカに息抜きをさせてあげようってこと。それはいいかもしれない。だろ、明日セルカに声をか。お疲れ、セルカ。ごめん、起こしちゃったかな。ううん、大丈夫よ。こっちこそ来てくれたのに寝ちゃっててごめんなさい。いや、全然いいんだ。俺たちが突然来たんだから。そう、それで何の用かしら。二人も怪我しちゃったの。いや、そうじゃなくて、次の安息日一緒に出かけないか。そうそう、それでセルカに声をかけに来たんだ。そうだったの、誘ってくれてありがとう。そうだろ。なら、でもごめんなさい、私一緒には行けないわ。だって安息日にだって怪我人が出るかもしれないじゃない。この村の周りにも魔獣がいるんだから、私が村にいなきゃ。でもセルカ以外にも修道女はいるだろう。傷を癒すのは彼女たちでも問題ないと思うけど。それはそうだけど、でも何が起こるかわからないじゃない。私だってみんなの役に立ちたいの。だから安息日でも村から離れられないわ。どうやらユージオの心配が的中したみたいだな。無理やりにでも休ませないと。いや、実はさ、獣退治に行こうと思ってたんだな、ユージオ。うん、そうそう、そうなんだ。それで念のためセルカにもついてきてほしくてね。なんだ、そうだったの。それなら最初からそう言えばいいのに。いいわ、二人だけだと心配だし、私もついていってあげる。ありがとう、セルカ、助かるよ。そうしたら次の安息日の朝、村の入り口に集合な。分かったわ、キリトは寝坊しないようにね。ようセルカ。おはよう。二人ともおはよう。準備は大丈夫かしら。ずいぶん張り切ってるな。もちろんよ、だって村の役に立てるんですもの。天気が崩れたりとかあまりにも危険だと思ったら、その時点で中止だからね。言われなくても分かってるわよ、子供じゃないんだから。それじゃあ行きましょう。おお、やっぱり心配だな。
まあ毎日鍛錬してるからね。私ついてくる意味あった？二人とも全然余裕そうよ。あるよある、もちろんあるなあユージョ。うんそうだよ、セルカがいるから安心して戦えるんだよ。うん、なんか怪しくない？そんなことないって。うん、そうだ、お昼にしよう。そうだね、もうこの辺りには魔獣はいなさそうだし、そうしよう。もう二人とも嘘が下手なんだから。え、あ、いや嘘って何のことかな。もう分かってるわよ、私のこと心配して連れ出してくれたんでしょ。ああバレちゃったみたいだね。ごめん、余計なお世話だったかな。ううん、そんなことないわ、心配してくれたのは嬉しいの。けど本当に大丈夫よ、もう2年前みたいな無茶はしないって決めたの。それにたまにだけど安息日には家に帰ったりもしてるのよ。そうなのか。ええ、だって私は答えたかったから。あの時私を助けるために大怪我まで負ったユージオの気持ちや、私は私の才能を見つけてそれを伸ばせばいいんだっていうキリトの言葉にね。だからちょっとだけど頑張り方を変えてみたの。そしたらね、私だって村の人の役に立てたのよ。今は毎日やりがいを感じてるわ。だから二人とも心配しないで。そっか、それならいいんだ、僕らが考えすぎただけならそれで。まったく相変わらず心配性なんだから。でもユージオも変わったわ。え、僕はかい？そうよ、また笑うようになったもの。きっとキリトと一緒にいたからね。確かにキリトといると笑いが尽きないからな。まあ尽きないのは笑いだけじゃないけど。おいユージよ、それはどういう意味だよ。苦労も絶えないって話さ、今朝だって僕が起こさなきゃ寝坊してたろ。それはそうだけど。ほら二人ともとっても楽しそうだもの。それにね、アリス姉様も連れてきてくれたじゃない、二人とも約束を守ってくれたわ。まあそれについてはごめんな、誓いちゃんと果たせなくて。ううん、姉様に会わせてくれて本当にありがとう。姉様が私を覚えてなくても会えただけで嬉しかった。罪人として王都に行ってしまった姉様を取り戻したんだもの。二人とも強くなったんだなって思ったわ。でも変わったのは私も同じよ。そうだね、セルカだって変わった、修道女としてみんなを支えていてすごいよ。私神聖術師として活躍できるように頑張るわ。だから
あんまり心配しないで見守っていてほしいの。本当にセルカも成長してるんだな。ああ、もう子供扱いしちゃいけないね。うん、だからもっと私を頼っていいんだからね。ああ、もちろんそうさせてもらうよ。ところでさ、今度こそお昼にしないか。まったく、キリトは食いしん坊なんだから。けど、そうね、私もお腹空いてきちゃった。あ、ちょっと待って、何か聞こえないか。雷みたいな。みたいっていうか雷じゃないか。雨が降るかもしれない。セルカが風邪でもひいたら大変だ。急いで帰らなくちゃ。なあ、昼飯はまた後だ。走るぞ二人とも。